意外と知らないオーガスムの種類を教えてください <laughs> すげっ、えー、と、まずオーガスムなんですけども、いわゆるいっちゃうってやつですよね。性的な快感ですけど、あれはね、ブレンデッドオーガスムってのが一番いいって言われてて、ちなみにこのブレンデッドオーガスムとか、この人間がどういう風に性的な快感を感じるかに関してもですね、実は結構こう D ラボで扱ってまして、YouTube であんまりね、細かく紹介するとバンされちゃうんで、YouTube で出せないんですけど、まあ、興味ある方はぜひタイトルタップすると D ラボ入れますんで、<laughs> 入ってみてください。<laughs> ブレンデッドオーガスムって言って、人間の快感っていうのはですね、混ざった方がいいんですよ。例えば、 分かりやすい言うと、人間って一時生肝体とか二次生肝体って言われる生肝体があって、一時生肝体ってのはまあ皆さんがよく知ってるのは乳首とか、局部とか、ザ、 性感体って感じのところ。二次性感体っていうのは、なんか神経が集中してるんだけど、普段はくすぐったいだけ。例えば、肘の裏側とかさ、なんか耳の後ろとかさ、それこそ耳とかさ、あの、毛根とかもあるんですけど、髪の毛のね、生えてるこの毛根ですね、とかにもあるんだけど、それは普段は性感体にならないんですよ。でも人間の快感を極めようと思ったら、ブレンデッド。つまり混ぜれば混ぜるほどいいので、 で一時性感帯をせあの刺激して感度とか気持ちが高まったら二次性感帯も同時に上手に刺激していくといいと。なんかよくあるのは、これ相手が嫌がったらやないでくださいね。そういう講義をしてるときに、こう、髪のこの根元の部分をこうやって、こうやって掴まれるの、掴まってこうやって引っ張られるのがいいみたいな人時々いるじゃないですか。あの嫌な人もいると思うんで、これはあの、カップルで話し合ってもらいたいんですけど、意外とね、この髪力で、ね、の毛のね、こうやって引っ張ると痛いですよでもこう。根元をこうやってグッて持つのは、意外となんだろう。 痛,痛くないんですよそうあ。あんまこうやってね、強く引っ張ったらダメですけど、グッて、グッ、ッて掴むのは痛くなくて、でもね、これが結構ね、癖になっちゃう人っているんですけど、これなんでかっていうと、こう、猛攻が二次性感体だからなんですよ。っていうふうにこう、ブレンドする。いろんな快感をブレンドするするほど気持ちよくなるよってことが分かったりとかはしてますね。はい。気持ちいいですよね。ちなみに二次性感体は、いわゆるこう、なんだろう、単なる性的な興奮だけじゃなくて、リラックスを作ることもあって、皆さんほら、 美容室行ってさ、こうやって髪洗ってもらってるとさ、なんとも気持ちいい気分になって寝ちゃうことあるじゃないですか。あとヘッドスパが気持ちいいとか、あれもそれです。